中俊夫選手です。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。キャンプどうですか。まあ、今シーズンこう練習がスタートしてもうキャンプ半ば来ましたけど、とりあえずめちゃめちゃ疲れてます。でも見てると練習と練習、トレメニューとメニューの間がすごい短くて、もう練習がギュッと詰まってるようにすごい思えるけど、そうっすね。まあでもなんか、まあ、去年から去年もそうだったんですけど、すみません。だけど、なんか一つ一つのセッションが短くて、でも強度高くて、キュッキュッキュッってなってる感じですか。いや、俺はすごい好きです。マジ。練習の強度も上がってる気がします。こうまあ、監督が変わればメニューも変わって、まあ、今年はより選手も変わって、なんかその辺の、まあ、例えばコミュニケーションの部分だったり、その戦術の確認のところはすごくしっかり取れる感じ。まあ、そうっすね。でもなんかもう試合しながらって感じじゃないですか。でもなんかまだ俺そこまで行ってないっすよ。俺のレベルが、なんかまだ自分のなんかコンディションっていうか、そっちにまだいっぱいいっぱいで、まあ、そのキャンプではそのコミュニケーションも大事だけど、やっぱりこう1年間しっかりとしたこう体作りに戦える、体作りってすごい大切だと思うけど、やっぱこう怪我なく来れてるのは。やっぱ正月朝日山登ってたのか高橋良樹の足腰を作ったと言われる朝日山。でもその後ちょっと風邪ひいちゃって休んじゃったんで、ちょっと難しかったですけど、まあ、トス地域応援大使。そうですね。島川さんの、いや、なんか、そうそう、今言ってる。なんか、うん、まだ1年じゃないですか。うん、だから、なんか俺がサガン鳥栖好きですとか、俺はなんか安いなと思うんですよ。なんか違うなって。なことない。何年も行ってる。でも、鳥栖の街が好きです。っていうのは、なんか、ありかなって。ありっていうか、そう。トス好きです。ありがとう。トスだって、だって俺何回も言ってますけど、8チーム目だし、いろんなとこ住んでるけど、なんか町とか、今もトス市に住んでるし、なんか、まあ、スタジアムとかもそうだけど、クラブハウスとか練習場とか。人もそうだし、トス、もっと一層田舎だと思うんですか。トスが好きです。ヨシキさん見てたんですよ、まあ、仙台来たって。トスさんもっと田舎だと思うんですよ。そんな時間探したら、やっぱ探しじゃないですか。探ってなったらやっぱイメージはまさか自分が佐賀に住んでると思ってない。すっごい田舎のイメージ。よく話す選手とか。いや、でもやっぱ大卒の選手やっぱ新加入多いもんね。多いっすよ、うん、なんか戦え
人的には今年フーチが、うん、ブレイクするんじゃないかなって、怪我がなければ、うん、でもこう似たような選手が本当にいっぱいいるし、どのポジションもすごい、いいコースもいいんじゃないかなって思います。まあキャンプこう中盤過ぎて、まあ開幕まで、うん、まだチームとして、まあ島ちゃんとしても、まあ、どういうところを言ってるかもしれないですけど、やっぱりすごいテンポも決められるんですよ。でもやっぱそのテンポってもちろん技術とかもつけたらいいし、でもやっぱポジショニングとか予測とかちゃんと、まあ、そういうところがないとテンポも出ないし、今まで以上に準備が大事になるなって思いますよ、うん、だからなんか自分としても、あ、もっともっと上手くなれると思うし、こういう強度の練習やってればフィジカル的にもまだまだ上がると思うし、でやっぱり一人一人がそうやって意識してやっていけば、多分できない人はもう置いていかれちゃうし、チームとしてのレベルも上がってきて、そしたらやっぱり強いチームになっていくと思うから、島ちゃんに大きく期待したいなと思うんですけど、いやもう結構言ってるんですけど、うん、移籍して2年目結構かかってますちょっと慣れてして怪我しちゃうから、なんかまだその人の人間性とかも自分の人間性とかも無理しちゃうから、みんな分かってくれるし、自分の中でもいいバランスで、確かに移籍して2年目の方が良かったね。そうっすね、ゆきさんはずっと良かったっすか。じゃあ最後に島ちゃんのことを大好きなサポーターの皆さんに、いや俺あんまり人気ないんですよ。いやそんなことないよ。いやどのチーム行ってもなんでなんでだろう、なんでなんで俺そんな人気ないんですか結構可愛い顔してるって奥さんに言われるけど可愛い顔可愛いって言われる。実はあれは写真だよ。写真よりも実物の方がいいって言われます。ここはちゃんと伸ばしてる。本当に身長もでかいしね。スタイルもいいしね。なんかイケメンとか言われてる若手いっぱいいるじゃないですか。うん、なんか本当分かってないな。本当のイケメンを。なんかいやその顔じゃないんだよ。今顔のこと言ったらね一言言ってもらえますか。そうですね、お願いします。結局なんかいろいろ戦術とかいろいろあるかもしれないですけど、結局気持ちだと僕は思ってるので、まだまだ上手くなりたいし強くなりたいし、でやっぱり勝ちたいし、まだ自分でもタイトルっていうのを取ったことがないから、
多分撮った人たちにしか見えない世界って絶対あると思ってて、やっぱりそれを、まあ、経験してみたいし感じたいっていう思いが、まあ、あと何年やれるか分かんないですけど、せっかくサッカー選手になれて、やっぱりそれを味わえるチャンスがあるんだよなって最近結構考えるんですよ。だからその強い気持ちを持って毎日頑張っていくので、あの今シーズンもこれからもサガン鳥栖島川敏夫応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。島川敏夫選手でした。ありがとうございました。